アキラ州は、北総の第七大皇帝で、新曹の第六子。アキラ州の15年の在位期間は、信人大豪皇子の水連政治が行われた前期と、アキラ州新政後の後期に分類され、新法、旧法の争いが続いた時代である。前期はいわゆる元ユさらかと称される旧法派の時代であり、後期は小術の姓と呼ばれた新法派の時代である。 在位前半は、秋田州の祖母の信人大豪により、水連が行われた。父の真相の突然の崩御によって誕生した、信人大豪政権は、真相以来20年余り実施された新法を全廃し、新法実施以前の政策に回帰する政策転換が行われた。この政策転換は、すでにある程度定着していた新法の実情を一切無視して行われ、 また回帰した旧法も特筆すべき内容にかけ、社会に大きな混乱を引き起こした。旧法派を代表する柴光が死去した後は、後継者が相互に誹謗中傷を含む牽制を行ったため、政権内部では動揺が続いた。1093年に、信人大豪が崩御すると、アキ州の申請が開始される。ア州は、父の真相の業績を継承し、 旧法を尻づけ新法を採用した。最初には、新創新生時に副採唱を務めたショートンが任命されている。ショートンは、政務能力に優れた新法派官僚ではあったが、すでに矛盾が生じていた新創の時代の新法を再実施したことで、再び社会に混乱を発生させた。加えて対立する旧法派官僚を徹底的に排除しようと粛清を進め、 朝廷内に動揺が生じた。ショートンが行った強権的な政治も、1100年に、アキラ州が24歳で崩御したため、約8年で終了。以後は、新宗の皇后の皇太后の新法、旧法折中政治を経て、基宗の時代の再軽長期政権が登場することとなった。アキラ州の時代は、宗代でも、最も闘争の激化した時期であり、政治的実績は、 真相の時代に達さず、文化にも後の基礎の時代ほど成熟したものは生み出されなかった。ただ、ショートによる政策が実施された後半には、政治的、経済的にも安定期を迎え、国庫も充実した点は注目される。政権交代により、政策が大きく変更される、混乱の時代であったが、この時期の官僚、学者には、芝光や組織など、 後の中国社会に大きな影響を与えた人物を多数輩出している。この時代は、評者の立場によって大きく評価が異なる。儒学的思想が支配的であった時代は、もと年間は祖宗の美風を取り戻した君子の時代であると評価され、逆に、秋ラ州の申請が開始され、ショートンが登場してからは、小人がばっこし社会を乱した時代と評価されていた。 しかし、近代以後、王安石の評価が高まることに連動して、好意的な評価が主流を占めるようになる。旧法派は、地球派を代表するものと捉えられ、元有年間は、反動政権の時代であると負の面が評価される。一方、小青年間は新法を実施した、改革の時代と、好意的な評価がなされている。このように評価が分かれる秋ら州の時代は、 評者の立場を理解した上で、その評価を考察する必要がある。ありがとうございます。